大谷が契約金1000億円を後払いにした驚きの理由。世界のスポーツ史上最大となる10年総額7億ドル約1010億円の超大型契約で大リーグドジャースへの移籍を決めた大谷翔平。契約金はファンも納得だったが、不思議なのはこの巨額なお金が後払いということだ。実は試合への出場と勝利にこだわる大谷翔平の凄まじい意欲によるものなのだ。ドジャースへの移籍の決め手となったプレイオフ進出への渇望を満たす意味合いが強く、チームの1年あたり総年俸が規定を超えた場合に課されるいわゆる贅沢税を回避することで、チームの補強費に弾力性を持たせる配慮だというから驚きだ。さらには、本人が公約している2026年の WBC 参戦へのハードルを下げる狙いも、今年3月の WBC では大会直前にドジャースのカーショーが出場を断念したことが話題になったが、これは保険会社から提示された高額な保険料に所属球団が難色を示したからだった。つまり大谷の次回 WBC 参戦時には、年俸の大部分が後払いになったことで保険料も軽減されるはずということだ。試合への出場にこだわり、1000億円のお金なんて10年後でいいっす。って言ってしまう大谷翔平。すごすぎる。そんな大金使い切らんだろうな。大谷の場合、CM 出演とかスポンサー契約でまだまだ入ってくる。そういう素晴らしい人にお金は寄ってくる。そこまで考えて契約するとかすごすぎる。大谷クラスまで行ったらお金なんてどうでもいいんだろうな。確かにお金はただの道具だから大事なのは何をやりたいかだな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。